いただきます。いただきます。ごちそうさま。 Thank you。 乗るか。あんたは約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いねえ。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区。バラクーダのアジトのことだ。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになる。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事つっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、茜さんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。な、あるのか。聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。
そのローマンってやつになしつける。月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはせびってくるぜ。5万ドル？それってどう、500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なあおい、待てよ。ん？どうした？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。ああ、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろう。だからその考えが甘すぎだってんだよ。俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした、その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああ、そうだな。それに、よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうこと言います？あまり楽しい話じゃねえし、短くも済まねえからな。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえ、もともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか。それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。おめえ以外にも？
ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ。刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな醜態晒しといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と、話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。ん？おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろ。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな。そこは間違えんなよ。そんだけ辛い目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。
だからよ。一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ。俺らはよそもんだし、英語もだいぶ怪しい。でも、アカネさんを探すのは急がなきゃならねえ。だから、やっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえな、ハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえキルさん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ、大工。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ。分かったよ、もう。行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえ。そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ、富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。乗るか。Run on home to mama! さっさと始めようぜ。まだ強くなれるとはな。これが俺の真骨頂よ。デリバリー、よろしく。
Delivery! Matte masa! Tutomatsu! Yan no kai? Iku ze! Oashi!俺の番か。俺の番だな。調子でねえな。調子だぜ。喉乾いたな。お。Why you accusing me of something? かかってきやがれ。俺の番か。腰抜け野郎が。Let's go! I'm gonna put the hurt on you! 寝てろ!俺の番だ!ビビってんのか?受けてみな。みんな死ぬなよ。これで。よし。相手してやる。行くぜ。せい。舞い上がれ。ああ。俺の番だな。ならず者の憩いの場って感じだな。あんたがローマ?おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますか?と言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな。表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクりやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。
第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだがな。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。それに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないな。なあローマンさんよ、あんたにご家族は？なんだね急に。なに、あんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思って言う。それはもう別品の神さんと目に入れても痛くねえ自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人。本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。さあどうする、払うのか。お、まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。Well, what are you waiting for? 富澤、行けるか？言われるまでもね。These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. Your face pisses me off. さっさと始めようぜ。俺の番だな。It's gonna hurt. It's 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 gonna hurt.
受けてみな。全てお見通しだ。行くぜ。ほら来いよ。This is gonna hurt. Come back. Scott, look. Tag me in. Huh? ほらよ。すまねえ。いつでも行け。ガンガン行くぜ。まとめて退治してやる。カマーミン。あーや。腰抜き野郎が。俺の番か。使え。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。もらった。放電準備。ほら来いよ。これで行くぜ。回復だ。ちょろい仕事だぜ。俺の番か。まとめて逮捕する。ティリア黙らせて。俺の番だ。回復だ。俺の番だな。行くぜ。放電準備。行くぜ。高ねえのか。ほら来いよ。ふん。よし、やるぜ。さあ、おとなしくしな。受けてみな。みんな死ぬなよ。これでありがとうよ。俺の番か。ふう、終わらせる。おれ
番だ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。俺の番だな。もらった。放電準備。行くぜ。ビビってんのか。まとめて逮捕してやる。止めや。行くぞ。うわ。うるせえ。やるぜ。ほらよ。ありがとうよ。よし。さあ、おとなしくしな。ほらよ。すまねえ。俺の番か。いつでもない。ちょろい仕事だぜ。俺の番だ。受けてみな。さっさと来い。黙らせるよ。俺の番だな。おりゃ、いや、やらよっと。俺で強すぎだろ。いい調子だぜ。よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。くっそおぉくっあっこの富澤くさごらおぉな、何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞ、お前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよ、バカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる。あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか。玉かすったと思うんすけど、剥げてません。うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います。こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ一体。お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。うん、そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダに取っておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ。俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのに六スッポ外も出歩けねえんだ。いいな。わかったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。
バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、俺もそこそこ怖いぜ。分かったよ、分かった、案内する。明日次の巡回があるんだ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。協力感謝するぜ。ハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったな。その金だ。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。桐生さん、すみません、オンに行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。ああ、そうか。誰か。うん。Aloha. Thank you. Aloha. Thank you.大人種だったな。まったくだ。俺らもヘトヘトよ。桐生さんは平然としてますよね。
やっぱ物がちげえわ。そんなことはない、意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある、グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも、奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役くらってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああそうだな、ああすげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かだっせえあだ名だな。やめろよこっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。すんません、話に熱中しちゃってた。キリュウさんもロックでいいすか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。